昔の車大工を再現した展示イギリスの博物館にある車大工の作業場の再現者大工は車輪や荷車の製造及び修理を行う職業、ないし職人。英語では、ウィールライト、またはウェインライトが車輪のみを扱う職人、カートライトが荷車などを扱う職人である。ライトは古英語のライターに相当し、職人を意味する。これらは英語でのせいにもなっている。 欧米では、荷車や入馬車の車輪を作るウィールライトと、その上の構造物を作るカートライトがいた。車輪はまず車軸や、スポークや外輪といった部品を作り、それらを内から外へと組み立てていった。車輪は主に木材で作ったが、装飾として骨や角を材料に使うこともある。19世紀中頃、それまで外輪に鉄板を巻いていたが、 カジヤが全体が鉄製の外輪を作るようになった。これを当時はタイヤと呼んでいた。19世紀後半、鉄製の車軸に工場生産した木製、鉄製、ゴム製の部品を組み合わせるようになり、車大工の仕事は徐々に廃れていった。現代の欧米では、ウィールライトは馬車、自転車、 自動車などの車輪を修理する職人や技術者全般を指す言葉になっている。日本では、御所車の製造、修理が車大工の始まりである。また、出しの製作も車大工が言った。第8社は、江戸時代の車大工の公安とされている。ただし、江戸時代には、京都や江戸などの大都市の支柱を除いて、基本的に車両の通行は禁止されていた。ありがとうございます。